おはようございます。島根に行く用事ができたんで、密を回避するために今回は日本一の過疎路線である芸備線に乗っていこうと思います。ここは芸備線の運転上の起点駅の新見駅、県木の川の土手の近くに建てられた駅で、岡山と松江を結ぶ白尾線、姫路とつながる紀新線、そして芸備線が交わる交通の要衝です。現在の時刻は朝の5時を少し回った頃、都心部でも一番列車がやっと出ていったかくらいの時間にもかかわらず、すでに新見駅は2本も列車を見送っています。新見駅に車庫がある都合で、そんな早起きになっているのでしょう。まるで田舎のおばあちゃんのようです。一方で最後の到着列車は岡山を22時23分に出発した普通列車で、これが新見に23時58分に到着します。ほとんど日が変わってしまっています。客と列車を吐き出して寝る頃には日が変わっているでしょう。自前の方針整備に勤しむおじいちゃんのようです。そんな駅にまた一つ、まだ眠たいだろうに車庫から引きずり出されてきた列車がやってきました。芸備線快速便が落合行き、これが今回お世話になる毎度恒例の列をなしてない列車です。乗客どころか駅員もいない早朝の新見のホームにエンジンとブレーキの音が響き渡ります。車内にはもちろん私以外に誰一人としていることはなく、貸し切りでした。カメラマンは遠慮なく乗り込む様子が映せると思って、ヨーヨーとカメラを回していますが、運転席の敷居にバッチリバッチリ姿が映り込んでいます。後でひねりつぶしておきましょう。謎に4つだけ作られたボックス席に荷物を置いて、少しだけ駅の時刻表を眺めてみます。新見駅自体は特急込みで原則時間2本くらいの列車がやってきて、しかも車庫も併設されている、まあまあ立派な駅ではあるのですが、芸備線に絞ると話は別です。時刻表に書かれている数字はわずかに6個、しかも次の7時17分発のは今も昔もローカル線最大の顧客である高校生のために設定されているものらしく、土曜休日は運休になる臨時列車の扱いです。つまり定期便が1日に5本しかないということになります。もし今日が休日なら、この次の列車は7時間44分後の13時2分です。始発を見送ってからぐっすり寝て起きても次の列車に乗れてしまいます。そして最終便から1番列車までの時間が7時間32分、なんと第1便から第2便までの時間が最終便から第1便までの時間を上回ってしまっています。この駅では都心における最終便は乗り過ごすと当分列車がないという常識が通用しません。この列車は5時18分に発車いたします。芸備線快速ワンマン列車の運行中です。発車まであと5分まで迫りましたが、依然として他の乗客が乗り込んでくる気配はありません。それでも運転手はやるべきことはやらねばならないようで、ご丁寧に私一人とヒューマノイドカメラスタンド一つのために停車駅の案内放送をしてくれます。私がいなければやる必要はなかっただろうに、なんだか申し訳ない気分になってきました。そして5時18分、とうとう誰も乗ってくることがないまま、折戸式ドアを閉めて列車は出発することになりました。終着便後落合駅まで1時間16分、日本一の関西線区の旅の始まりです。この手のローカル線車両のありがたいことは、運転席横のスペースにも入れてしまうことです。都心の列車だと、車両の幅の端から端まで全部乗務員用のスペースですからね。後面展望をやってまず目に入るのは新見駅の立派さです。左手のホームの紀新線と芸備線の乗り場、右手のホームが白尾線の乗り場、そして真ん中の2本の線路は貨物列車のための線路です。現在でも山陰と山陽を結ぶ運用連絡線を一手に担う白尾線の中間の主要駅として、芸備線と紀新線の起点駅として、そして岡山都市圏の普通列車の末端の駅として重要な役目を持つ新見ですが、これらも全盛期に比べるとだいぶ廃れた方で、ピーク時には梅高地などに見られるような立派な線状機関車庫まで見られました。夜な夜な貨車を入れ替える音だとか汽笛の音が鳴り響き、まさに鉄道の街といった様相を呈していたそうです。昨晩は新見駅の徒歩圏内のホテルに泊まったんですが、もしこれが鉄道黄金時代だったならばうるさくて寝られなかったでしょうね。新見の市街地を走り抜け、平地が果てていよいよ山の中に入るぞというところで、線路は単線へと変貌します。列車の本数が一気に減る備中高橋から北の白尾線は原則単線ということになっていますが、ところどころあのようにほんの少しだけ伏線化されているところがあります。なおあの伏線部分は通常の伏線とは異なり、新見駅構内の伏線という扱いになっており、通常は列車のすれ違いが行われるということはないようです。一つ目のトンネルを抜けると直後に橋梁を渡り、線路が二手に分かれて、なんかもう見るからに察する駅が姿を現します。芸備線一つ目の停車駅の布原駅です。数えられる程度しかない家、短すぎるホーム、近すぎる山、案の定秘境駅ランキングでも上位に君臨しており、多くの鉄を引き寄せる魔力、いや磁力を放っています。この列車は快速なんでもろちんこの駅は通過です。しかし2両の電車すら満足に止められないこの駅は普通列車にすら通過されてしまいます。
どういうことかと言いますと、この辺りはまだ書類上は芸備線ではなく白尾線として扱われている区間で、当然白尾線の普通列車もやってくるわけですが、あの駅は白尾線の駅でありながら、白尾線の普通電車は全て通過で、芸備線から直通してきた機動車のみが停車するということになっているのです。新見の駅名板を見ても、芸備線のホームのには布原と書かれていますが、白尾線の方には備中高知路と書かれてあり、布原駅はなかったかのように扱われています。大阪府民にわかりやすく例えるなら、南海電鉄の萩の茶屋駅といったところでしょうか。山岳区間を越えると、すぐに視界が広がって備中高知路の駅を通過します。備中田所高知路を先越されてしまったので、ここで供養しときます。この駅が書類上での芸備線の起点駅となっています。芸備線の起点が田所高知路とか、奇跡としか言いようがないですね。なんなら白尾線の開業日は1919年8月10日です。白尾線の立派な電化された線路が去っていきます。その向こうの方に見える高架は中国道です。中国地方における鉄道網と高速道路網の広げ方は面白いほどに真逆です。鉄道の方はまず海辺の山陽と山陰に本線を敷いて、それから両本線を結ぶ支線を山の中に敷いたという作り方なのに対し、高速網はまず山陽と山陰の間くらいの山の中に、言い換えるとどっちつかずで中途半端で山の中だからカーブでぐっちゃぐちゃな線形になるような位置に本線に当たる中国道を敷いて、そこから沿岸の町に向かって支線を伸ばす葉脈型の交通網が組まれました。結局のところ鉄道式の方が効果的であるという話になって、山陽道ができて、中国道は昼間から空いていて、夜間は1時間他の車に会えない偉大なるローカル高速と化しました。山陰道の方はいつ完成するんですかね。でも多分チンパンジーが人類に追いつく頃には出来上がってると思います。さて、芸備線に入ったところで、この路線が一体どういう線なのか、さらっと解説しましょう。芸備線は、白尾線備中高知路駅を起点とし、中国山地の山々にもてあそばれながら右往左往して、広島県北部の首都である三次に至り、その後、南へ進路をとって、山陽本線広島駅に至る、全長 159.1km の、まあまあ長めの地方交通線です。秋と吉備を結ぶから芸備線ですね。中国道と重ね合わせてみると結構かぶっていますね。支線の組み方も中国道とよく似た葉脈型をとっており、途中の塩町駅からは山陽の沿岸の福山に向かって福塩線が、備後落合駅からは山陰の沿岸の新地に向かって奇跡線が伸びており、三好からは標定速度が原付でおなじみ三高線が高知に向かって伸びていました。いずれも対応する自動車道が整備されていて、廃線あるいは廃線されても不思議でない状況に置かれています。景観、物珍しさ、ちぐはぐさ、あらゆる路線はそれぞれ己の魅力というものを持っていますが、この線の何よりの魅力は他の路線の追随を許さない、もはや比べることすら恐れ多いまであるくらいの圧倒的な輸送密度の低さです。輸送密度ってのはその路線区間が平均して1日に何人の人を運ぶかを示したもので、国鉄末期の時代には4000円を下回るとバス転換した方が経済的であるとされ、現在では200人が JR 北海道の廃線の基準となっています。芸備線の全線通しての輸送密度は1700と、低くはあるが引かれるほどではない数字です。しかし、これの大半は、広島近郊区間の広島カルガイ区間の9300が稼いだものであり、広島から離れるにつれ、この数字はどんどん小さくなっていきます。備後落合駅より東の末端区間の数字は、換算というより精算といった方がいいくらいで、備中高知路から途中の町の東上駅までのマシな方が81、全国ローカル実決には安定して入れるレベルで、ほぼ山間区間を走る東上から備後落合に至っては、なんと9しかありません。あれ目へ行かれたって思いましたが、何度見ても9でした。本邦始まって以来の前代未聞の数字です。さらに恐ろしいのは営業係数という100円の収入のために必要な支出を表した数字で、これは JR 西が公開していないんで有志による推測値となるんですが、甘く見積もって9万2000、一説ではどうやら10万を超えているみたいです。どれくらいすごい数字なのかというと、パチンコにつきの仕送りをほとんど溶かした私の友人の営業係数と一緒くらいです。そんな状態でも列車を運行してくれて、しかも2018年の水害で壊滅的打撃を受けても廃線の話題一つ出さずに復旧した JR 西の財力には感服しかありません。しかしそんな芸備線も、昨今の状況で内部補助が効かなくなってきたため、JR 西に今後の在り方について話し合いたいと言われてしまいました。廃線の話ではないとは言っていますが、当然このような営業成績では、廃線のカードも手札に入っているものと思われます。列車は1つ目の停車駅の矢上駅に到着します。
八神は旧鉄西町の中心となる駅で、今回私が乗った区間の中では2番目に乗降客数の多い駅です。以前冬の18切符の期間に乗った時もこの駅から地元の方が乗ってこられましたが、さすがに朝5時37分では乗客はいませんでした。この駅では反対列車とすれ違いました。5時22分に2つ隣の東条駅を出発した列車で、あちらは普通列車です。新見には6時3分に到着で、東高にもどこに行くにもいささか早すぎる時間です。乗客は誰も乗っておらず、警戒機動車キハ120は警戒そうに八神を去っていきました。列車の去ったホームにやや立派めな木が生えています。あれは八神駅名物の御意向桜です。普通の桜と違って黄色がかった緑の花を咲かせるため、そもそも知らなければ桜として認識できなさそうですが、立派な桜で、開花時期が4月末と通常の桜と比べてかなり遅いのが特徴です。岡山三大河川の一つである高橋川の支流の西川の支流の幸次郎川が削った谷を走り、最後の通過駅で岡山最西端の駅の後駅を通過します。右手に見えるホームは、かつてもう少し列車本数が多かった頃には交換駅として活躍していたことの名残です。快速が通過し防線駅であることから、どうせしょぼい駅なんだろうそう思わせといて、後駅は芸備線が一気に閑散とするビンゴ落合伊東では最も乗降客数の多い駅だったりします。言われてみれば駅周辺には結構家が建っています。アパートまであります。後の街が尽きると間もなく気持ち上り勾配気味の切り通しをゆっくりと上り、トンネルに入ります。このトンネルが岡山と広島の県境です。トンネルを抜けると広島県庄原市東条です。芸備線の芸要素に入ったな、この時はそう思っていましたが、秋はまだまだ先で、ここはビンゴです。私はビンゴ落合で降りるので、芸備線のビンビン要素のみで終わりです。現在の標高は390メートル、そして次の駅の東条駅は310メートル程度の地点にあるので、1駅未満の区間で、ここから一気に80メートル駆け下らなければなりません。そのためレールは、勾配を和らげるために大きなカーブを描いており、直線なら2キロ程度しかない区間を、3キロ以上走って東条駅を目指します。で、日本最下左線区の中間にある東条の町なんですが、意外にもこれが結構な規模があります。市街地の人口はだいたい4000着ぐらい、ホテルもあれば団地もあります。とてもこの町から県境区間とはいえ、輸送密度80の線区が伸びてるなんて想像もできません。ましてや高校も病院も役所もあるだろう市街地に向かって伸びる線区が急だなんてありえない話です。というわけで、ここからはこの先東条ビンゴ落合間の芸備線がいかに使い勝手が悪いのか、競合するバスと比較しながら説明していきましょう。まず新見から出ていた1日たった6本の貴重な列車のうち、半分に当たる3本は東条で運転をやめてしまうため、ここから先は1日わずかに3往復しか列車がありません。まず1本目はこの列車、朝5時46分に出ていく、ちょっと早い気がするけど通学に使えそうな列車ですね。2本目はおよそ8時間後の13時38分、この地点ですでに使い勝手もクソもあったもんじゃん。これなら町へ出て病院とか何か用事を済ますとかに使えそうですね。そう思っていませんか？この芸備線、交通する理由でとてつもなく遅く、市街地に抜けるのに2時間かかります。京都から新幹線に乗って2時間といえば、だいたい新横浜あたりでしょうか。それでも鉄道を守りたいんや、そう意気込んで無理やり汽車で町に出たとします。すると帰りは18時3分にビンゴ庄原を出る三好発ビンゴ落合行きの列車に乗ることになるんですが、落合での乗り継ぎがうんちです。18時46分に到着した後、20時12分まで80分も待たなければいけません。ニコニコ動画の動画読み込みが終わってしまうレベルです。そうして東条の町へ帰る頃には時計は21時を指しています。6時前の列車に乗って庄原や三好の高校に通った場合もこの列車で東条へ帰ることになります。朝5時半に家を出て21時過ぎに帰宅。3年間通い詰めたら多分どこの企業でも通用する体力がつくんじゃないですか。そして3本目は19時に出ていくもので、これに乗ってしまったら最後、乗り継ぎ列車がないため途中の山奥の無のターミナルビンゴ落合に投げ出されて夜を明かさねばなりません。周囲には極めてまばらに家があるのみで、コンビニもホテルもなく、照明も夜間は落とされるみたいなんで、明かりは月か天の川のみということになります。曇りの避難所にそんな目にあったら、まさに一寸先は闇、人生を体験できますと。まあ事実上他の町へ向かうことができるのが2本しかなく、その2本も絶妙に使いづらいことから、誰も積極的に使おうだなんて思わんわけです。第2の問題は速度です。
今でこそ平地だからそこそこの速度で走っていますが、少し町を外れて山に入ったらすぐにこれです。いつの間にか汽車から牛車になってしまったかのような遅さです。時速はたったの25キロ。スズメバチの巣をうっかり踏んでしまって、運よく通りかかったこの列車に飛び乗ってもボコボコにされます。これは JR 西のお家芸である必殺徐行と呼ばれるものです。言葉の響きは JR 西の奥の手って感じですが、実際には悪あがきの方です。線路へのダメージを減らして補正費用を切り詰め、赤字額を減らすことを目的としています。なおこれによって所要時間が伸びて、ただでさえ少ない利用者がさらに逃げて、赤字額が膨れ上がって、必殺徐行をもっと極めなきゃいけないという修羅のループに陥ってるのは内緒。ここまで警備線の悪いところを紹介してきたんで、最後くらいは弱点を紹介しようと思います。さっき紹介した高速バスの方は中国道を通ってほぼ一直線に道庁から庄原へ向かっていますが、芸備線は勾配を緩和するためにとてつもない大回りを強いられています。だいたい中国道の6割増しくらいの距離です。その長いルートをゆっくりと走るために、所要時間はバスが40分に対して列車は2時間弱かかります。唯一勝ち目があるのは値段で、バス1360円に対して列車990円です。誰が列車使おうと思うんや。もう一つ長所をひねり出すなら、豪雪で道路が麻痺した際に使えるということでしょうか。過去に中国道が通行止めになっても芸備線は平常運転をしていたという実績がありました。やはり雪に強いというのは鉄道の絶対的な利点です。とはいえこれは緊急時の話、平常時は運賃が3割弱安いという利点を圧倒的に上回る短所のせいで、地元民は誰も芸備線を使おうだなんて発想には至らず、輸送密度9、営業係数10万という規格外の数字を叩き出してしまっているのです。そんな悲惨惨惨な芸備線でも、昭和のまだ自動車が一般的でなかった時代には広島北部の大切な生活の足でした。なんなら急行帝釈号という岡山と広島を芸備線経由で結ぶ急行まで設定されていました。メインルートと比べてものすごく遠回りなんで、もちろん芸備線沿線民のために運行されていたものです。今ではみんな中国道に取られてしまいました。うちなは秘境駅ランキング第19位の芸備線で一番ヤバい駅やで。しんどい。1955年に地元住民に頼まれて作ったものの、今では日の利用者が2人しかいません。これでも輸送密度9人の芸備線新沿区間の途中駅では最も利用者数が多い駅です。なお駅周辺にはおよそ集落と呼べる家の集まりはないため、多分この数字は秘境駅マニアが稼いだものと思われます。たった一人訪れるだけで結果が大きく左右されてしまうような区間ですからね。前に初めて芸備線に乗った時は冬の18切符の期間で、木は葉っぱをほとんど落として、山や田んぼは雪で真っ白になっていました。沿線に人の気配というものが一切なかったため、この世かあの世か見分けがつかないといった印象でした。それが今ではすっかり雪は消えて、雪の下にあった田んぼには稲が植えられて、全く違った景色を見せてくれています。単に廃線になる前に乗っておこうというだけであれば、一回乗ったらそれで十分なんでしょうが、日本には四季の概念があります。特にこういったローカル線では季節の変化が露骨に現れるので、景色を楽しむとなると最低でも4回は乗車しないといけないということになります。私は冬と春に乗ったんで、あとは夏と稲を刈り取る前の秋と紅葉の頃の秋に来ないといけませんね。5キロない道のりを9分もかけて走り、小糠駅に到着しました。恐るべきことにこの駅は簡易委託とはいえ有人駅です。列車は上下合わせて6本、日の利用者数は1人、多分日本一閑散とした有人駅だと思います。実は駅舎はこの辺りのタクシー会社であるドーモタクシーの営業所となっていて、本業の傍ら駅業務をやっているのです。駅を出てタクシーを探す、この駅ではそんな手間はかかりません。列車が上下合わせて日に6本ということに目をつぶれば、大変便利な駅です。東条を出発して以来、列車は庄原市街とを隔てる山を越えるために延々と300メートルくらい登り続けてきましたが、道後山駅の直前あたりで上り勾配は終わり、今度は下り25パーミルの急勾配に差し掛かります。道後山駅に設置されていた標高表によると、ここは611メートルのようです。芸備線内では最も標高の高い駅です。次の駅が終着のビンゴ落合駅です。ビンゴ落合までの所要時間は14分。これだけ聞くととっても離れてる駅なんだなぁと感じます。しかし両駅は車で走るとたったの4キロ5分程度の距離しか離れていません。いくら必殺徐行といえど、この時間差は大きすぎです。というのも、ここの標高が611メートルあるのに対し、ビンゴ落合の標高は452メートルと160メートルの下にあります。もし無理に道路と並行して線路を敷いてしまうと、勾配が40パーミルに達して
しまい、ディーゼルカーはもちろんのこと、大昔の見かけだけは力強そうな蒸気機関車では、でも足も出ない崖になってしまいます。そのため、道路の2倍近い長さの線路を使って、恐る恐る山を登り降りしているのです。基本的に山の中か田んぼの中を走り続ける警備船には、特別何か優れた景観はありません。数少ない景色のいいポイントがここです。ここは警備船の最北端部である人とばらです。この人とばらの谷にかかる人とばら第一鉄橋の高さは30メートルあり、これは中国地方で最も高い鉄橋です。列車に乗ってると景色に気を取られて存在に気づくことが難しいですが、下を走る国道183号から眺めると結構な威圧感があります。古くから鉄道の撮影スポットになっているらしく、備後落合の駅には橋を渡る SL の写真が飾られていました。ちなみに人とというのは大城の古い呼び名で、本来漢字ではこう書くのですが、大昔にもいたバカの類が勝手に漢字を書き換えたせいなのか、とんでもない難読地名になってしまいました。おそらく宝城がたくさんいたからこのような地名がついたんでしょうが、実際にいるのは閑古鳥の方です。6時34分、列車は終着の備後落合駅に到着します。隣に止まっているのは乗り継ぎ列車の三好行きの一番列車です。私が用があるのは島根なんで、あれには乗れません。三高線が健在だったら三好から乗るってルートもあったんですがね。結局のところ途中から誰も乗ってくることがなく、乗客は私一人だけでした。普段からこの列車は何を運んでるんでしょうか。列車は折り返し6時41分発の新見駅行き普通列車として駅を出ていきました。おそらく今度は東条を過ぎたあたりから新見へ向かう高校生たちで賑わうことになると思います。その2分後、校内踏切が鳴り始め、三好行きの車が旅立っていきました。当然のように客室には人影も一つすらありませんでした。次に三好からの列車が到着するまでの1時間半、山奥の秘境ターミナル、備後落合には静けさが訪れます。都心の駅では環境音として鳥の音がよく流されますが、この駅ではそんなものをわざわざ用意する必要はありません。もはや風前の灯火で、いつ廃止勧告が出るかわからない警備船末端部。廃止にあたっては1年以上前に届け出を出さねばならないということにはなっていますが、北海道の日高本線のように急な災害で不通になって代行バスになったとなれば、この限りではありません。現在日本で最も優先して乗るべき路線の一つだと私は思います。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルでは旅行動画を、概要欄から飛べる解説チャンネルでは交通に関する解説動画を週1から2本のペースでアップロードしていく予定です。チャンネル登録をしていただけると通知が来て便利ですし、私が嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。